比べてとても暖かくなって、なんか仏みたいですよね。リアルか。今のカットでお願いします。そう、とにかく今日は家出る前まですごく眠くて、まあ、ほぼ寝たまんまで、歌う曲も特に決めずに来ちゃったもんで、まあ適当にやってるんで、よろしくお願いします。適当だなんて。なんか今日カットするところが多いな。次は上を向いて歩こうを歌ってみたいと思います。卒業の話があったんですけど、僕も来月か高校をやっと卒業できる。おーイエーイ。高校生です。見えない。よく言われますね。自分で鏡見ても本当に高校生だと思いますね、毎朝。そうやっと卒業できて、無事に卒業試験も終わる。学ランでね。もうそうしたらコスプレみたいになっちゃう。いいね。そう。ね、で今は絶賛暇中で、もう何なんて言うんでしょうか、この期間、自由登校の期間になってて、もうとにかく暇な毎日を送ってます。進路は大学の方に決まって、そう、AO で8月末にまで決まっちゃって、そこからもう暇な期間。そうそう、いいな。
音楽の大学？いや、デザイン系の大学に行きます。そうなんだ。まあまあそんなことで、あのまあ春ということで、じゃあ珍しくあの福山雅治の桜坂を見ていただきますね。エロいな。いや僕毎回あの古い歌を持ってくるんですけど、わりかし新しい方に、ね、新しいですよ。新しいですよ。最新？最新ですね、最新。いやいや、そうそう、これ最新。いつの曲でしたっけ？99年ぐらい。2000年ぐらい。あ、そんななんだ、でも。俺が小6歳から。小6歳から。じゃまだ僕、幼稚園生ぐらいです。うわ。うわ。じゃあ、中学生ぐらいだ。いや、中学生でしょ。大人でしょ。君をずっと幸せに風に
で、そこでちょっと一曲、あのちょっと一曲じゃない、一つお知らせがありまして、あの2月の24日ですね、あの町田のアイビーっていうコーヒー&バーになってですね、ワンマンライブをあのさせていただくことになりました。大人1500円、子供1200円で、あのグランドピアノのあるお店でですね、やらせていただくんですので、もしよろしければあのお越しください。あの町田のエルシーのすぐ近くにありまして、あの普段から僕そこでちょこちょこ演奏させていただいているので、もしも用がなくてもあのお越しください。用がなくても用があってもお越しください。でもグランドピアノって、ピアノも弾くのかい。そうですね、ピアノを、次はピアノで一曲歌って終わりにさせていただきます。やめてよ高校生一人に返すよ。ちょっとやめてほしいな、そういうのは。何でもできるやつだ。ねえ、何でもできちゃうじゃん。デザインもできるしね。それあの顔だけしか勝ちない。勝ってない、勝ってない。ピアノ弾き語りはあんま慣れてないんで。すごいね、年齢しかない。年齢はだいぶ倍いってるけど。ダブルスコア。じゃあコールドプレイのあのイエローって曲。ちょっとまた反応がいいな。ジャワンガイドのハードルがどんどん上がっていって、ハードルじゃなくて高飛びになってますから、ね、くぐりやすい。うまいですか。そこはあんまりうまくない。
everything that you do. And I love